ありがとうございます。あっという間にネパールに帰らせていただきました。45日間の日本滞在、自分にとって AGBS ネパールにとってとても貴重必要な時間でございました。短い期間でしたが、皆さんに心から御礼を申し上げます。新ネパールカトマンズセンターにて初めてご訪問レコードをさせていただきます。まだ準備中でございますが、少し写真を写らせていただきます。どうぞご覧をください。お互いを
望遠鏡を使うことによって肉眼では見えない遠くのところまで見ることができたり、目に見えない細菌でも顕微鏡を用いることでもで見ることができるのでございます。実際に日頃から私たちは多くの御利益を頂戴していますけれども、そのほとんどは目に見えないもので、日常生活の中で例えば健康であること、食事や水がいただけること、当たり前のことがどれだけありがたいなのかをお互い凡夫ですから忘れてしまうのでございます。しかしお題目章によって真の眼が開けば、仏菩薩諸天善人のお守りあることが監督できます。その現象に日頃真面目に苦笑に励み、実りのために菩薩行に進むれば、お互いの身の上にも家族にも不思議なお計らい現象御利益を頂戴することができるのでございます。法華経安楽行本には所定昼夜上位方向にへ五時とお示しでございます。この五教科の音題にこの五本をそのまま聞かれておられます。こうして御仏が法華経の行者を守りくださることを確的されておられます。ただし実りのためのゆえにと仰せですから、守ってもらえる人はご法様のために尽くすご信者に限られています。言い換えれば真面目にご信心修行に励むご信者に限られています。怠る信者を守ってもらえないということでございます。ですから、まず教えの通り真面目に不生信仰に励むことが大切で、素直正直なご信者は必ずご利益をいただけるのです。そしてこの喜びによってご法様のお守り確信することができるのでございます。仏流街道日泉書人のご指南を拝見いたしますと、東流の信徒仏祖のお慈悲のご本意を知りて苦笑信仰せば、所詮この人を守らせたもうお示しでございます。ご指南の仏祖のお慈悲のご本意には上行書伝のお題目が世の中に広まるということで、すなわち上行書伝のお題目を我がも唱え、人にも唱え進める菩薩行に精進しているご信者は、必ず書伝先人のお守りいただけるというご指南でございます。故に喜
かなる時でも、御法様は私たちご信者を常に守りくださっていることを疑ってはいけません。災難や思う通りにいかない時もあるかもしれません。お互いは罪障があることが原因で、それでもご信任をさせていただく人は大難が小難に、小難が無難に運じることは間違いはありません。どうかご法然に全てを任せておして、怠ることなく苦笑信行に励むことが肝心と教えいただくご教化でございます。故に